今日は家族で連休初日だね。今日は川内村の岩名の里っていうところで魚釣りさせよ、子供たちね。ジュピアランド教えてもらうの。ジュピアランドも行く。魚釣り、岩名釣りはさせてみよう。釣れるかな。どれ、川波でインプットしてみるか。ここですね、川内村岩名の湖。ここです。結構走るな、2時間かかるな、2時間。一般優先、ああ、そっか、お任せでいいや。よし、あぶくま高原道路行くね。楽しかったな。矢吹料金所まで来たね。200いくらなんだよね。現金のみ。穴が開いてるから現金のみ。どこ？小野町まで来たね。小野町、この町までだっけ、この高速。この町だと思う。はい、阿武隈高原有料道路の終点まで来ました。速度落とせ。いよいよ下道。このトンネルって何なんだろうね。どこ行けんの、この次。伸ばしてんのかね、うん、すごいね。もっと伸びんじゃない？いわき方面まで行っちゃうんじゃない？川内までもうちょっとだな。ここの細い道路行くと川無地なんだ。もうあの車びっくりだよ。峠だね、ちょっとした。うん、ちょっと車が、速い車が結構来るな。道が狭いね。一台分じゃんこれ。譲り合いだね。やば。何？先生、これ本当やばいよ俺。なんか今グワンってなった。あ、広くなった。あ、広くなった。今グワンってなって。動画で見ると道広く見えるけど狭いね。確かに大型車。すれ違い困難って書いてあったね、うん、さっき看板に。そうだね、これは大型車すれ違い困難だわ。確かにヘアピンカーブじゃん次。ほらぐらーっと回って、あーし、うん、遠く、よし、いわき市入った。いわき市に、いわきなんだね。うん、すごい、いい道路でだね。川内まで。もうすぐだね。ツーリングしてるね、みんな。また風車だ。さっきの風車が結構。わあ、すごいね、風車。いっぱいいるよ。川内までもうちょいだね。うん。ママ？何？はい、川内村入りました。やったね。川内高原、高原がある。いやー、もうあと10キロだ。車が全く走ってません。連休なんですけど。お、久しぶりにすれ違ったんじゃない、トラックだけど。あれ、ほら、濡れてるのが欲しいのかい。全然走ってないね、車。すごい材木だね。みんな材木だね。いい材木だ。よくわかんねえけど、ほら、いい材木だ。いっぱいしてもね、ダメって
イワナの里、なんて読むのこれ、イワナゴゴって読むの、里じゃなくて、いや、ほんと里でいいんじゃない、イワナの里だよね。いっぱい人いてもね、ママずっとね、いるんだろ、ママ、やったね、いやいや、あと何キロ、あと1キロかね、ママイワナの里着いたね、ここからだ、なんかママ、お家着いた、お家じゃなくてね、魚釣りとこに着いたよ、どこ人いる、いっぱい、わ、いっぱいいる、わ、いっぱいいる、いっぱいいる、ここだけすごい人いっぱいだ、ここどこ、溢れんばかりにいる、まずはトイレ行こうか、結構混雑してますね、みんな関東ナンバーの車だね。さとみさん、関東から来てる人たちだ。ママ、こっからジャンプしていいの？現在地ここだって。で、釣り堀がこっちか。ここが食堂だ。釣り堀1、2。釣り堀2。釣り堀行くか、まずは釣り堀、すごい塩焼きだ、美味しそう、こっちでも焼いてる、美味しそう、これ餌ですね、はい、いっぱい釣れる、なうちゃん、待って、でも長いからママが持ってくから、空いてるところ探す、空いてるところ、気をつけて、空いてるところ結構、網に行きなさい、下に落ちちゃって、あ、そこ空いてた、待って、餌まだまだまだ、餌つける、餌どうやって捕まえるの、糸で、歯でね、歯首ってね、噛むこともある、もうちょいこっちでいいんだよ、そこに入れてて、まだ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 、うわ、楽しい、楽しい、はい、なおちゃんできたよ、じゃあまずお箸から待って、まだ、まだこれね、なおちゃん今見えた、あとはひたすら待つの、パクってなる、なおちゃん早い、まだ早い、なおちゃん動かさない、動かさない動かさない、なおちゃん早い、ちょっと動かさないで、え、餌が落ちちゃう、落ちた、餌が落ちてる、餌が落ちてる、タイミングになるな、ちょっと早い、バンバン動かせばいいってもんじゃないからね、はい、ちょっと、あー、惜しい、逃げられた、歯で噛んじゃった、はい、ゆっくりゆっくり、なおちゃんにお任せ、他の人のくっついちゃうよ、はい、はい、なおちゃん取って、うわぁ、ちょっと危ない、ナイスキャッチ、ナイスキャッチ、はい、どうぞ、ナイスキャッチ、これ食べるんだよ、焼いて食べるの、どろどろしてる、一回やって、あ、すごい、逃がさないでよ、絶対に食べるから、逃がさないで、うわ、お口を開けててね、やだ、
れ見た方がいいんじゃない。2匹目やっと釣れた。さとみさん、尻尾に引っかかってた。どういうこと。尻尾に針が引っかかってた。そんなことある。こんな尻尾に針なんで、はい、餌取れちゃった。なおちゃんの釣った、こっちに釣ってるの、ここに持ち歩い、気持ち歩かない、なんかここに釣ったでしょ、うん、取れたね、さつみさん、うん、しかもセガに入れてもらった、これ3匹取れた、あと1匹ぐらい欲しいね、うん、釣れた。お、早い。はい。早く取って取って取って。いい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 。もう終わりにしよう。はい、バケツ入れて逃げらんじゃん。どこ？お前だ。バケツ入れて。早い。早い。こっちも。お、ナイスいる。なおちゃんが入れた。餌ちっちゃい方が食うね。そうだね。スピード入んないな、姉さんが。お魚ちゃんが入った。お魚ちゃん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 。うん、ご飯あげる。パパとなおちゃんと洗濯くんが。よし、塩焼き行こう。洗濯行こう。オッケー。お前もうちょっとか、もうちょっと。よし、よし。焼く、焼くな。いいね、いいですよ。乗れちゃうよ、せいちゃん。足は離れてる。もう、すごく。もういいよ、せいや、おいで。のーちゃん、もう分かんなくなる。なんか、食堂で。パパ、なんか、鳥の巣作ってる、見て。鳥の巣。あれ、本当だ。鳥の巣作ってくる。先に魚渡さなきゃダメだって。お魚お願いしますって。はい、みんな行ってください。ここだね。ここでしょ、さとみさん食堂。一匹死んでる。あ、死んではいねえか。なおちゃん、さっき手洗ったでしょ、うん、ママに言ってきて、もう一回手洗うよって。わあ、お口がすごい。ぬるぬるだね。ぬめぬめしてるね。ぬめぬめして、魚だからね。魚の中ぬめぬめ。なおちゃん、もう一回手洗ってきてね、ママに言って。なおちゃん、もうさ、最後でこれ触んの。わ、目だ。目ダメ、目つぶれちゃう。もう手洗ってきて。まだ。まだ。うん。魚たちがいっぱい集まっててるの。ほら。ついてってるね。怪我しちゃったね。食べるからいいんだよ。なおちゃん、じゃあママんとこ行ってきて。まだ？ツルツルしてる。ツルツルしてる。そしてここは丸わかない。なんか。うん、お口、口口がすごいね。写真撮ってる。写真撮ってる、お口。よし、手洗ってきて。どっかに。できた。
あれ、子供たちがいなくなっちゃった。はい。さばいてくれたよ。じゃあ、よいよ、あそこで焼いてもらう。焼きだ、焼き。まだまだ、バケツごと持ってきな、バケツごと。お願いします。だバケツごとまた手洗うようになるよ。また触んないで。赤ちゃんいっぱいいる。赤ちゃんもっと近づいてる。ほら見て。わあ、死んでんのもいる。これがあんな風なんだよ。ほんとだ、いっぱいいる。こっちは、あら、おっきい。これは食べられる。これ食べられる。美味しそうだね。これさっきのより大きいんじゃない？こっちは大きいね。全然大きいね。うん、あれじゃね、販売もしてるからね、ここね。あっちの方のやつか、あっちの今、池に入れたから。ちょうどいい、ちょうどいいね。こっち。ちょうどいいぐらい？あ、あれ登ってる。川登りしてんじゃない？すごい、本当だ。すごい。登ってる。こんなことするの？何が登ってるの？川登ってる。あ、見た見た。お魚が上がってるわ。え、その魚って登んの？うん。お魚が遊んでるよ。ジャンプしてる、ジャンプ。すごい。お魚がみんな遊んでる。みんな登ってる。パチ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 。岩菜の塩焼き。元気ですね。橋ある橋、ほら、なおちゃん、来てみ。橋ある橋。遊び、川遊びはダメだって。ここでは川で遊んでダメだって。でも橋を渡るぐらいはいいけど。ここでお魚が来るって。お魚どうだろうね。綺麗だね、水がね。いや、止まらないで、進んでください。コンビニでラーメン食ってきていい？おにぎり足りなくなっちゃうね。まずはおにぎり食べちゃうの。じゃあおにぎり食べるか、まずみんなで。車に入れといて。おい、おう、いいよ。そこで座って食べよう。ここでいいんじゃない、もはや。ここでなおちゃんとせいちゃんにはまだ早いかな。この方がいいじゃない、ここ通路だから。通路から。じゃあこっち来な。これ11本また食べたいね。もう終わり。これなおちゃんとせいくんが来たんだね。おせいくんはまだ暑いからね、気をつけて。この辺食べれば骨が上の方、上の方、上の方ついてあげて。自分は魚の食い方を上の方。りゅうちゃん、この辺俺の方食べるの。ママもちょっと食べてみる。ママの、なに、背中の方食べるの。うん。ここの部分は食べたらダメなの？ここの部分。あ、食べられるよ。この飲めば食べていい？なんか いそうでいないね。お魚さんいそうでいないね。うん。ザリガニとかもいないわ。ここにはザリガニ、さすがにいないんじゃないの？
や、わかんないよ。隠れてるかもしれない。その葉っぱの下とかね、お魚さん。隠れてるかもしれない。うん、水が綺麗だね。川の水は綺麗だね。うん、上がるよ。そうそう、せいちゃん食べ終わったみたいだから、はい、ゆっくり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 頑張れ。よし。